はい、皆さんこんにちは、横手です。今日ですね、認知症とお金の問題を解決する専門家としてですね、病気に関するですおすすめの本4冊今日ご紹介したいと思います。まず1つ目、老人の取扱説明書という本です。10万部以上突破している本です。この書いた著者の方はですね、実は眼科の先生なんです。この方は10万人以上の方を見てですね、特に高齢者の方たくさん見てきてですね、いろんな特徴があることが分かったということで、いろんな参考文献を読み漁ったそうです。接し方についてですね書いてあります。80歳ぐらい前後のご両親いる方は一読するとですね、なんでこうしたのか分からないというケースで、私も息子世代とするとですね、ありますよね。そういうのがですね、いろいろ分かってきます。そう、接し方が変わってきます。で、例えばですね、なぜ赤信号に渡ってしまうのかと、ゆっくりと堂々と歩いているのかというところもありましたね。まあ、その中で著者の方がご指摘したのが、そもそも高齢者腰が曲がっているために信号が見えていないそうです。そして今の日本の信号機も高齢者のために作られているわけじゃありませんので、青から赤になった状態で渡ることができないという問題があるそうです。老人のよくある困った行動たくさん書いてあるんですけども、全体的におっしゃった認知症のその脳のことだけではなくて、目だったりとかですね、耳が難聴になってくる。例えば80代の方であれば 70% 以上が難聴だということなんです。難聴から耳が聞こえなくなって、テレビが何言ってるか分からなくなって、人とコミュニケーションを取らなくなって塞ぎがちになって、そして結果的に認知症になってしまうというケースありますね。あとですね、舌の感覚も、ね、衰えてくる。鼻のですね、嗅覚も衰えてくる。ですから舌の感覚が衰えてくると、やっぱり味が濃くなってしまうということも高齢者によくある特徴だそうです。全体の高齢者がどういう状態なのかというですね、知る意味で非常にこの老人の取扱書がおすすめです。それを特化したのがですね、第2弾出してるんですね、認知症の取扱説明書ということで、これも非常に売れてる本なんですけど、これはもう一つですね、認知症の専門の先生が監修に入られて書かれております。これも読んで思ったこと、やっぱり認知症というのはよくわからない病気ですね。ドクターの方もですね、先生が非常に少ない、なかなかですね、現状わからない。なぜなら、毎日の生活の中に認知症の障害があることが起きてますので、それがドクターの方、病院来ただけでは分かりません。そして高齢者の方も病院行くといつもと違う行動を取ってしまう。ですから認知症じゃないかにもかかわらず緊張してしまって分からないとかってですね、認知症と診断されてしまう方もいらっしゃるぐらい非常に難しい病気だということなんです。その中ですね、いろんなその認知症がで症状が出てる方の行動のパターンをいろいろ書いてあります。困ったことはどんなことが起きるのか、すぐに切れてしまう、暴力を振る、セクハラをする、あと徘徊をする、睡眠不足など、物を取られ妄想があるとかですね、いろんな形状があります。そして家の中がゴミだらけにする、これもよくあることですよね。判断能力なくなってしまうし、やっぱり感覚がずれてきてしまいます。これ面白いなと思ったのはですね、曜日の感覚が分からなくなってしまう、これよく知られている話なんですけど、特に時間が分からなくなる。具体的に言うとですね、これから1分間私がストップウォッチを測った場合です、皆さん見ずにですね、数えて1,2,3 ってやってですね、20歳の方であればですね、だいたい60秒前後ぐらいですね、はい1分間ってこう手を挙げるそうなんですけれども、高齢者の方であれば、特に認知症の方であれば、1分間こう測った場合ですね、なんと30秒経つと、もう1分経ったっていうふうに言うそうです。つまりそういう傾向があるためにですね、ついせっかちになってしまう、我々が持っている以上にですね、時間の感覚が早く過ぎてしまうためにイライラとかですね、起きてしまうということがあるそうです。これを知っていればそれに応じてどんどんどん早くすると言いますかね、合わせることができるんじゃないかなと思います。あと気温や季節を無視した服装をする、これもよく見られます。つまり夏なにもかかわらず、ね、非常に暖かい格好をしている方っていらっしゃるんですね。温度感覚がやっぱり衰えてくるという状態だということです。分かりやすいところで言いますと、車ですよね。車もです、ね、何十年も運転してね、走行距離が20万キロ以上になると、やっぱりタイヤだけじゃなくていろんなところにやっぱガタが来ますよね。タイヤの、ね、擦り切れだけじゃなくてですね、ブレーキの効きが悪くなったりですね、アクセルの踏みが悪くなったり、いろんなところの機能が落ちてくる。それは車も一緒ですし、やっぱ人間も長い間いろんな形で酷使をしているといろんなところで劣化していくと。その中で特に脳の部分に関してはいろんな形で問題が起きてくるという話があります。で、実は最後ですね、私が専門している家族信託についてですね、財産を統計することによって、家族信託と貢献制度いいですよということもですね、実はちょっと書いてあるんですね。認知症の解決策として専門の先生もお勧めしているということです。そして3つ目、こちら健康以下介護以下親の取説、人気ブロガーの川田さんというですね、50代の方がですね、書かれた、これ漫画なんですね、4コマシリーズで。お父さんはですね、83歳で目が見えなくなってしまってですね、そこから79歳のお母さんがお父さんの介護をするようになって、非常に疲れて目が見えないけど、いろんなストレスがあるわけですよね。で、結果的にそのお母さんもですね、認知症になってしまった。それをブロガーの川田さんと、そしてお姉様がいるんですけど、2人でですね、タッグを組んで、お父さんとお母さんの介護をしながら、で、施設に入ってるわけでもないという状態で、いろんなですね、問題を解決をしていくという漫画です。非常に面白く書いてあるんですけれども、おそらく現状は非常に
大変な方さんをですねされてるんじゃないかなと思います。介護施設の認定の仕方とかですね、いろいろ実務的にから経験することがあるをですね漫画タッチに書いてありますんで、もうすでにですね、要介護1とかですね、要支援をですねこれから申請しようかなというくらいの方にはぜひですね一度読んでみるとですね、あ、こんなことが起きるのかということですね、前もって分かることができるという意味では非常にこの神田さんの本非常におすすめです。特にお金に関して銀行の引き下ろしとかですね、そう困ったことがあるということを書いてあります。ぜひですね、こちら今年発売された本なんですね、おすすめです。そして最後、これはですね、私が実は10年ほど前にですね出会った病気にならない生き方という本なんです。これはあのですね、胃を見るドクターなんですね。その方が何万人の胃を見てですね病気にならない生き方ということをと細かくに書いてあります。これは非常に私何回も読み返してですね実践している話です。要はですね、何が言いたいかと思いますが、病気にならない生き方をですね今日見てる50代の方、40代の方、もしくは60代の方いらっしゃるかもしれませんけれども、そういう生き方をしていけばですね、やっぱり病気は遺伝でなくて習慣によって病気になってしまうということが書いてあります。私も実感しています。ですからその習慣さえしっかりしていればですね、病気にならない生き方になりますし、認知症にならない老後を暮らすことができるということなんです。これは非常に地道ですね、非常に大変なんですけど、実践することが私は大事だと思います。その中で私よく実践したのはですね、新谷先生がですね、水をやっぱり非常に大事だということで、起きたらすぐまず水を食事の前に飲む、そして飲んでから食事を30分後にすると、でフルーツを食べて、フルーツってですね食後のイメージありますけど、やっぱりこの先生はやっぱり胃をきれいな状態でフルーツをして吸収させてから食事を取った方がいいということ、あ、なるほどなということで、私もですねなるべくそのメインディッシュの前にですねフルーツとか水を飲んでから食べるようにしてます。それずっと実践実はしてるんです。でその中ですね、牛乳がダメって書いてあるんですね、この先生。牛乳はね錆びた油っていうふうに書いてあるんです。結構ね牛乳飲んでる方いますよね、給食出してますよね。それから私も牛乳実は飲んでなくてですね、そう言っても自分の子供にはですねやっぱ牛乳は多少は飲ましてはいるんですけども、基本はですね牛乳は欧米人にはですね、その牛乳に合ったですね胃をしてるんでいいと思うんですけど、やっぱり日本はですね米文化ですので、牛乳飲む文化がなかった状態でやっぱり我々は日本人でいますので、こういう乳製品は日本人の胃に合ってないということで飲まない方がいいんじゃないかなと個人的には思ってます。人それぞれですけどね。ただ私が食ったら缶コーヒーはですね 5,6 年以上飲まないです。たまにですねいただいて飲むこともあるんです。そうすると一口飲んだけですね実はクラクラっとします。もうずっと基本的に水、そしてコーヒーはですね自分でこう水で入れて飲んでますので受け付けなくなってるんですね。ですからこの新谷先生がおっしゃってますけど、ちょっとした薬を飲むだけでもしびれが起きるような状態で、非常にこの先生も多分胃をきれいにされてるんじゃないかなと思います。やっぱり習慣が健康な体を作るって書いてあります。それがですね最終的に認知症にも予防にもつながってきますので、その高齢になってから病気にならない生き方を目指してもなかなか難しいと思いますので、やっぱり40代50代私ぐらい年代のとこから地道にやっていくことが非常に重要じゃないかというふうに私は思っております。で、まだたくさんご紹介した本あるんです。今日はですね一部分ですねご紹介させていただきました。今日ご紹介した本ですね、下の方のリンクの方に、貼っていきますので、ぜひですね Amazon や何やらで一応読んでいただいて勉強してですね、そして実践するということが大事ですので、病気にならない方、認知症にならないですね体、良心をですね担ってほしいなと思っています。以上です。